そろそろ お屋敷のお時間でありました。もう一回では行きます。さあ続いて、そろそろお座敷のお時間でありますね。夕霧役、鬼怒川梨花です。よろしくお願いします。あ、トイレは行きます。トイレ行って布団に戻ってスマホをこうやって持って、スマホなんだ。最高それ。いいね。映画をこうやって見て寝返りを打ってこうやって。あ、最高。じゃあトイレの時間が一番長いんだ。そんなことはないよ。違いますよ。なんで1日に どういうことなの。布団の時間が一番。緊張してんの。違う違う。後でうじうじするんでしょうね、これもね。反省してね。すいません。キャラクターもみんな本当個性的なのですごく楽しめると思います。まず聞いてる。すげー読んでるじゃん。ゾンビランドサガのオープニング、アダバナネクロマンシーは、じゃあ緊張してるよちょっと私、うん、じゃあ全然今してないよ。やっぱ台本あるとやっぱ声優にすごい綺麗に すげえ背筋伸びてたから。じゃあもう一回じゃあいくね。ゾンビランドサガのオープニングごめん、ありがとうございます。さっき噛んじゃったからだ。リベンジ、大事なところ聞こえてるっていう。